きチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今日は防御率対決です。はい、はい、防御率対決は全員の防御率を足していって一番低いやつが勝ちです。はい、でその中でルールとしてはこれはもうリリーフも全員入れていいから、うん、先発もリリーフも全員入れていいけども、はい、規定投球回に行かなかった場合は、うん、プラス1点上がります、はい、だから規定投球回行かなくて防御率が 2.50 だったら 3.50 になります、はい、でリリーフピッチャーは40試合登板しなかったらプラス1点上がります、はい、でプラスアルファこれは両先発もリリーフも両選手そうですけども、はい、15試合登板しなかった場合は、うん、もうプラス1点上がります、はい、で10試合1桁登板数の場合は、うん、もう1点上がります、はい、だから先発ピッチャーだからもう20試合投げましたと、うん、で規定投球回いきませんでしたと、はい、っていった場合は1点、はい、で14試合しか投げませんでした、うん、規定投球回いきませんでした、うん、2点プラスになります。ほうで、規定投球回いきませんでした、8試合しか投げてません、うん、3点上がります。おそうじゃないと1試合投げて 0.00 とかあるからたまに、はい、そうですね、うんうんうん、でリリーフの場合はリリーフしかしてなくての場合はリリーフと先発両方する場合あるんで、うん、リリーフと先発を両方した選手は15試合が目安ですけど、はい、1年間でリリーフしかしてない選手これはもう先発しなかったら分かるんです、うんうん、リリーフしかしなかった選手は20試合投げなくても1点上がります。だ要は30、はい、だから30からでしょ、40試合オーバーしたらもうそのままの防御率です、はい、で 30から40の間だと1点上がります、はい、で20から10、30の間にもう1点上がります、はい、で20以下の場合はもう1点上がります、はい、リーグだけだと。分かりました。試合数でだいぶ変わってくるんですね、はい、だからもし19試合しか投げなくて、はい、防御率が1点の場合は、うん、3点上がります。だから4になります。はい、わお。だからリリーフは試合数、はい、で先発は試合数プラス規定投球回、うんうん、で両方した先発とリリーフを両方した選手は先発だけの、はい、ルールに適用します、うん、はい、その代わり先発とリリーフの登板数で、うん、リリーフの方が多くなった場合は、うん、リリーフのルールでやります。はい、はい、分かりました。どっちがだから先発12試合してリリーフが8試合の場合は先発として見出します、うん、先発8試合でリリーフが12試合の場合はリリーフとして見出します、はい、ということで、はい、だからもう全員だからピッチャー、うん、そうですね、防御率もう私1巡目決めてるんです。決めてんの、はい、俺も第一印象から決めてました。私ももう第一印象からもうこの人だって決めてました。決めてたの、はい、おらこれで、これはこれかぶったらやだな。勝ち星以上にかぶったらすごい、うん、まあ その選手はやばい。そうですね、うん、どれだけ信用度厚いか。いや、かぶしてこないでよ、マジで。私も第一印象からこの人だから決めてたの。決めてました。俺も第一印象から決めてました。決めてました。いいですか。はい、いいですよ。はい、せーの、佐々木朗希。うわー、もうやめてよ。誰ですか。オスナ。オスナ。ソフトバンク。あー、はあ、佐々木朗希取れないの。やっぱこれもうね、オスナ1点台確実だから。はい、いやもうで40試合投げればいいからね。え、先生もマジで本当に佐々木朗希、うん、ほわマジで朗希、朗希すごいね、人気すごいね。いや消えた、はい消えた。消えましたよ、本当に。いやマジで、ね、視聴者の皆さんどうですか、佐々木朗希で被った人多いですか。オスナと被った人いますかね。オスナと、あ、ちなみに、うん、もしその選手が、はい、1試合も投げなかった場合、1試合もね、仮に、はい、あるじゃんね、はい、ありますね。1試合も投げなかった場合は、うん、プラス、10点になります。はい、いいですか。分かりました。これはやっぱり戦略的に先に選びたいみたいのがあるじゃないですか。どういうこと。あるじゃないですか。だからなんか防御率がゼロに近いピッチャーが何人もいるチームだったら、まあ後でいいかなって思います。でもあとはその試合数投げるかどうかが、ね、それですよね、うん、はい、じゃ あ, 私あとはまあ怪我もあるからね。そうなんです、それ怖いですよね、うんうん、やっぱ体強いやつ選びたいよね、はい、いいですか。はい、
せーの、マスダ、ライデル・マルテル、マルテです。私もロッテからマスダ投手。早っ、あ、ロッテ、マスダ。はい。おはい、ちゃんとそこ、声合わせてくれる？せーの。いや、そうですよね。私もせーのって言いましたよ。ほんと。そんな、このゲームで緊張感出すのやめてくれる？そう、どもどもんでやめてくれる？コメントの今、あのつまずきあったよ。行きましたね。行きましょうじゃあ、どんどん。よし。いいですか？せーの。大勢。松井裕樹。大勢。はい。私、松井裕樹。青柳？はい。いや、俺も今一瞬青柳行こうかなって思ったんだよ。私もね、青柳投手行こうかなって一瞬思ったよ。青柳行こうか、大勢行こうか迷ったんだよね。うん、でもよかった、青柳って言ったらかぶってましたね。うん、そしたら先生も取れないのか。うん、こうあれしようか。6人までしか先発とリリーフ6人ずつにしようか。そういうのがいいですよ。うん。リリーフがだけなんです。うん。だから先発とリリーフ6人ずつ取んなきゃいけないっていう。あ、そういうこと？うん。それにしよう。急遽です。え？ちょっとまた変わってくるじゃないですか、私。まあだから2巡目だからいいじゃん。まあまあまあ、まだまだ。ね。追加ルール発表です。はい。あのリリーフ固めになっちゃうんで。はい。先発リリーフ、はい、6ずつで、6ずつ、あ、6人ずつ、はい、にしてください。マジか。俺はもうリリーフ2人ちょっと取っちゃったから。私もリリーフ2人取っちゃった。はい、いきます。じゃあ私も決めた。はい。決めた。はい。早くな。決めました。先生かぶんないでよ。大丈夫ですよ。いや、かぶりそうでやだな、なんか。かぶらないです。かぶんないですか？はい。いくよ、はい、せーの、今永、今永、はい、戸郷、はい、私、山本由伸投手。でもやっぱ先発6人ってなると、ね、先発先取っときたいなっていうのはやっぱり、あとあの規定投球回行くやつを選ばなきゃいけないからね。あ、決めた。最初から決めてました。私ももうこの人行きたいっていうのはあるんですよ。あるの、うん、はい、せーの、高橋コーナー、高橋コーナーです、はい、私はホークスの藤井投手です。先生誰？丸？マークです。丸ってなんでですか？いや、丸って聞こえた。マークですね、うん、決めた、決めたぜ。せーの、高橋宏斗。よし、高橋宏斗です。高橋行きましたね。私、伊藤博美です。先生は？僕、宇田川。うん、宇田川ね。俺も先発3人選んだからね。私も先発3人です。もう3人です。お、じゃあみんな一緒ぐらいだね、うん、よし、決めた。いいですか？はい、はい、あ、大丈夫ですか？いいですか？はい、はい、せーの、佐伯。佐伯、はい、安心。私は広島の床田投手で、先生が上沢投手です。うん、ファイターズ。6終わったよ。俺も先発4終わったよ。私も先発4終わってます。僕も先発4終わりました。俺もういいね、みんなみんないいね。でも先発は本当、言ってくれよ、規定投球回っていうね。よし、決めた。決めた、はい、決めた。いや、来ていくんかな、あいつみたいな。私もこの人は今年いくだろうと思ってる。はい、そうなの、うん、決めてました。はい、決めてました。最初から、はい、もうこの人は行こうって決めてました。いいですか？はい、せーの、高橋奎二。はい、伊勢。伊勢じゃあケケにするわ、俺。ケケまた、はい、ケケ、もうケケって書いておこう、楽だから。もう狙ってたので、先生がタイラ、西武の先発です。俺もタイラと迷ったのよ。いや、私ももうライオンズも、あと、規定、タイラ規定投球回行くんかなと思って。いや、だから、高橋コーナーにして、うん、いや、9回とか投げへんやろ、ライオンズも。よし、 OK。 私は、うん、やっぱこの人だな。いた？いいのいた？いいのいました。せーの、種市。石山、おじば、石山。俺、種市。はい、もう種市の一番の不安は、
規定投球回生かすかなっていう吉井さんが手が明けですから、ね、それだけが心配なのよ、はい、だから防御率2点前半でプラ1だっても3点2個っていう、うんうんうん、っていう私やっぱりもうヤクルト石山投手は今年はもうがっちり頑張るだろうなっていう去年離脱とかありましたよね先生が小島投手ですねはいロッテのこれで僕選抜終わりましたはい私もあと全部被ってないもう被ってるのでそうなの私もあと自由で選べますようにライオンズ、タイガース、ジャイアンツ、ドラゴンズ先生はあと僕 DeNA、広島、ヤクルト、うん、OK ソフトバンク、うん、これまだ俺先生と広島がまだおお、じゃあそこ勝負ですね、うん、私ちょっと自由に選べるんで、うん、これ広島かぶったら大したもんや、うん、俺にこれって6、6でちゃんと分配させないからですよねうんそうだよ俺にもう中継ぎリリーフみたいなね俺にかぶせてきたら大したもんいいですかはいせーの松本ああそっち行ったか松本龍也投手かいいね確かに、うん、そうですねそうこれはもう松本よ、はい、お俺先発終わってるあとリリーじゃあ私9巡目大野雄大投手じゃあ俺楽天ソはい、あチャホ、うん、僕ヤクルト清水、うん、もう清水はもう絶安定の50試合以上投げるからね、はい、いきます確かに私抑え結構取ってるから40いってくれるかなっていうのあるんですよね僕 DeNA 山崎康明じゃあ俺オリックス、はい、山崎総一郎そうくると思いましたよ、うん、で僕ソフトバンクモミネロ40試合いく大丈夫そうでしょでも使わんでも勝てそうなんだよ、ね、そこだけハムじゃあ俺石川直也にするわ抑えうん OK じゃあ私、ジャイアンツがちょっとオープン戦でもすごい良かったこの白木投手ジャイアンツおー新人王あるぞあるぞ伊賀バサマじゃなくてはいで、タイガースが岩佐投手じゃあ私、ライオンズ今井投手でで、これで66でいきました、はい、俺も66、はい、俺、オスナ大勢今永、高橋コーナー、高橋刑事佐伯、高橋宏と種市、松本、孫山崎総一郎、石川直也はい、で、私がまず先発から言うと山本、藤井、伊藤、博美、床田、大野、雄大、今井投手で、リリーフで6人が増田、直也の方と松井裕樹、伊勢、石山、白木、岩佐です、うん、結構いいと思うんだよな、私いい僕、先発が戸郷、青柳、上沢、平良、小島、マート、うん、リリーフが山崎、安崎、ダイエル・マルティネス、栗林、清水、モイネロ、宇田川、うん、これいいんじゃないですかいいね、うん、私は結構、なんか今回いいなって感じです、うんうんこれまあ、あとはね、うん、あとはイニング投げるかどうかだからね、結構抑え取っちゃってるんで、試合とね、うんうん、まあまあ、はいね、皆さん、誰が勝つか、ぜひご応募お待ちしてます。はい